皆さん、こんにちは。YouTube 松本大アシアチャンネルでは、今回は秋を特集しています。秋ならではの味覚として、鮭やサンマをご紹介しました。次は、こちら、サツマイモです。サツマイモの旬は、9月から11月です。1604年、慶長9年。 民国国から琉球王国に伝わわったと言われています。また1609年慶長14年薩摩藩島津氏が琉球に侵攻した際琉球王国第7代国王少年王が宴席にて薩摩藩兵に薩摩芋料理を出し振る舞ったことがきっかけとなり薩摩に伝わったと言われています。 薩摩藩半漁は火山灰で形成された地層が多く、作物の作付けに不向きでありましたが、サツマイモの普及により大幅に食料事情が改善されました。漁内の半数がシラス大地と呼ばれる火山灰の地層であり、米作が不向きであった薩摩の国で栽培が成功したサツマイモは、 基金、不作対策として、伊予の国や岩見の国でも栽培されるようになりまして、西日本に広まっていきました。サツマイモは最初、西日本を中心に栽培されるようになったんですが、あることがきっかけで東日本にも栽培されるようになり、全国に普及します。 次の動画でそのあたりのエピソードをご紹介したいと思います。それじゃあバイバーイ